未曾有の舞台裏、羽生譲るのリフレーミング、困難からの再生への冒険。明けましておめでとうございます。新年早々、我々は衝撃的な出来事に直面しました。石川県の都地方を襲った、令和6年の都半島地震。しかし、この記事では、あのフィギュアスケートの王者、羽生譲るがこの未曾有の困難をどのように捉え、克服しようとしているかに焦点を当てます。 彼が自身の公式 X を更新した瞬間、我々はただの報道以上のものを目撃しました。ハブは被災地への深い共感を込めて、大きな地震、緊急地震速報の音、津波への不安が続き、本当に辛い状況だと思いますと語りかけました。しかし、これはあくまで彼の視点の一端。彼は被災地に、一刻も早く、平穏が訪れますように祈っていますと心からの祈りを捧げました。 なぜ、羽生譲るなのか彼は過去にも東日本大震災で被災し、スケートの練習拠点が閉鎖され、避難所生活を強いられた苦い経験を持っています。しかし、彼はその経験を乗り越え、アジア人初の金メダリストとして歴史に名を刻みました。震災による影響は大きかったが、それは彼の強さを育む土壌ともなりました。彼は仙台や被災者たちと共に歩み、 その姿勢は冷めることなく、今もなお続いています。波ユズルがフィギュアスケートの舞台で見せるのは単なる演技以上のもの。アイスショー、ノットステレイタなどで、彼の心情が表現されています。この記事では、波ユズルの目を通して未曾有の舞台裏を覗き見、彼が直面する困難をどのように捉え、それにどう立ち向かっているのかを探求します。驚きと感動の瞬間に満ちた。 フィギュアスケート界のアイコンの新たな一面に迫ります。未曾有の舞台裏、羽生結弦のリフレーミング、困難からの再生への冒険。新たな年が明け、日本列島を揺るがす未曾有の出来事が石川県能登地方で繰り広げられました。令和6年、能登半島地震が起き、その影響は計り知れません。しかし、この記事では、私たちが注目すべきはただの地震報道以上のものがあるということです。フィギュアスケートの王者。 ハニューゆずがこの溝の困難にどのように立ち向かっているか、彼の独自の視点と経験を通して明らかにしていきましょう。まず、ハブの言葉に注目です。彼は公式 X を通じて、大きな地震、緊急地震速報の音、津波への不安が続き、本当に辛い状況だと思いますと綴りました。しかし、その後の言葉にこそ、彼の真摯な願いは込められています。一刻も早く、 平穏が訪れますように祈っていますとの祈りは、単なるお悔やみ以上の被災地への深い共感が感じられます。なぜ、羽生譲弦がこんなにも注目されているのでしょうか彼は以前にも東日本大震災で被災し、練習拠点が閉鎖され、避難所生活を送った経験があります。しかし、その後、彼は困難を克服し、アジア人初の金メダリストとしての栄誉を手にしました。彼の強さは、 単なる運命の試練を超えて、彼のキャリアと人生に深い影響を与えました。震災の影響が大きかったとしても、それは羽生譲弦の強さを育む土壌となりました。仙台や被災者たちと共に歩み、プロテンコウモ心の痛みや喜びをスケートを通じて表現し続けています。アイスショー、ノットステレイタなど、その気持ちが形となって表現される瞬間は、ファンにとって感動のひときです。この記事では、 羽生結弦が未曾有の舞台裏を覗かせてくれる独自の視点に焦点を当て、彼がどのように困難を捉え、それに立ち向かっているのかを深掘りします。彼の人生の中でのこれらの試練が彼のスケートと人間性にどのように影響を与えているのか、その真相に迫ります。さて、被災地への共感と復興への願いがしいのは当然のことかもしれませんが、羽生結弦の場合、その思いが特別な意味を持っています。なぜなら、 彼は震災で被災した場所でトレーニングを積んだ経験があり、その土地に対する深い感情が根付いているからです。彼が言うように、一刻も早く、平穏が訪れますように祈っていますの言葉には、被災地への真摯な思いが滲み出ています。これまでにも何度も困難を乗り越えてきた羽生ゆずですが、彼のスケートキャリアにおいて、震災が果たした役割は計り知れません。 14年のソチ五輪でアジア人として初の金メダルを獲得し、18年のタイラマサゴリで66年ぶりの2連覇を達成した瞬間も、彼のシンは仙台や震災被災者たちと共にありました。スケートリンク上での彼のパフォーマンスは、単なる技術の高さだけでなく、彼の内面から湧き出る感情の現れでもあります。そして、そんな羽生譲るの姿勢は、プロ転向後も変わりません。アイスショー、ノットステレイトでは、 その気持ちが音楽となり、表情で繰り広げられるスペクタクルなショーになっています。羽生結弦が作り出す芸術は、彼のリフレーミングの一環とも言えるでしょう。このように、彼はスケートを通じて自らの感情やメッセージを表現し、それが彼のファンや被災地の人々に共感を呼び起こしています。フィギュアスケートは技術だけでなく、アーティストとしての表現力が求められるスポーツであり、羽生結弦はまさにその最たる例です。 まとめると、羽生結弦のリフレーミングは彼の困難からの再生への冒険とも言えます。震災が彼の人生とキャリアに与えた影響は明かり知れませんが、彼はその経験を乗り越え、感動的な瞬間をスケートの舞台で作り出しています。彼の言葉や行動からは、被災地への深い思いや感謝が伝わります。これからも、羽生結弦が描く未来の舞台裏に期待が高まります。羽生結弦のリフレーミング。 未来への感謝と共感のメッセージ。羽生結弦のリフレーミングは、彼の人生とスケートキャリアにおいて未曾有の試練にどのように向き合い、成長し続けてきたかを明らかにします。震災で被災した経験が彼の内面に深い影響を与え、それを感じることができるスケートのパフォーマンスや言葉から、彼の真摯な思いが伝わってきます。まず、羽生結弦は被災地に対する深い共感と感謝の気持ちを持っています。 彼の言葉や行動からは、被災地への祈りと支援が単なる形式的なものではなく、彼の心からの願いであることが伝わってきます。過去の震災で被災した場所でトレーニングを積んだ経験が、被災地への思いを一層強めています。また、彼のスケートは単なる競技だけでなく、アートとしての表現でもあります。アイスショー、ノットステレイタなどで彼が繰り広げるスペクタクルな演技は、 彼の内面から湧き上がる感情やメッセージが音楽や動きとなり、観客に感動を与えています。彼のリフレーミングは、技術だけでなく、感情の表現力が求められるフィギュアスケートにおいて特に際立っています。これまでの試練を通じて培った強さと感受性が、羽生譲るを一層深みのあるアスリートにしています。彼のリフレーミングは、逆境を乗り越え、 感謝と共感のメッセージをスケートを通じて世界に発信しています。未来においても、彼のスケートが新たな感動を届け、被災地に対する思いを形にしていくことでしょう。最後に、私たち読者には彼の姿勢から多くの視唆を得ることができます。困難な状況に直面しても、感謝と共感の心を持ち続け、その経験を前向きな力に変えていくことが大切であると考えられます。羽生結弦のリフレーミングは、 私たちに希望と勇気を与え、未来への前進への力強いメッセージを送っています。今後も彼の活動から目が離せません。羽生譲るの力強いメッセージに耳を傾け、未来への一歩を踏み出そう。被災地への思いに共感し、自らも地域社会への支援や感謝の表現を考えるきっかけとなりませんかハブのように、逆境を乗り越える力を感じながら、前向きな行動につなげましょう。ながら、